はい、本日はこちら音響の MD デッキの方を紹介していきたいと思います。でこちらの方は、ハードオフで、購入したジャンクになるんですが MD がトレイに挿入できないっていう問題があるということが書かれていましたんで、まあ、それがどんな感じなのかっていうのを見ていきたいと思います。今先ほど帰ってきて、今日はちょっと息切れはしてないんですが、今からですね、紹介の方していきたいと思います。こちらの方が音響の MD デッキになります。ハードオフに単体で売っていました。 MD デッキ、電源入りました、ディスク入りません、部品取りなどにお使いくださいということで、消費税込みで1100円で売っていました。でこちらの方ですね、ハードオフで見てみたんですが、明らかに MD が入らない感じになっていまして、この縦棒が何なのかっていうところを見ると MD が入った状態になるとこの縦棒が出てくるみたいなんですね。なので MD が入ったように感知してるんじゃないかということで、そのセンサーを直せばおそらく動くんじゃないかなというところで、まあ、予測をしまして購入していますんで、まあ、一旦ですね、まあ、その辺どんな感じなのか今から見ていきたいと思います。通電の方はしていますね。値札通り通電はしているので、今から電源を入れていきます。おっ、トックリーディング、これ今ディスクも入ってないんですがトックリーディングになっているんですね。こんな感じですね。でノーディスク、あ、エラー、イジェクト、エラー、ここ見えますかね、トックリーディング、今から出しますね。で出すとこの縦棒が消えるんですよ。でまたウェルカムってこう入ったようになっていて、入っていないっていう認識をさせないといけない。まあそう考えるとその辺のセンサーがなんかおかしいんではないかなということで、こちらちょっと今この一瞬ウェルカムになった時に入れたらどうなんだろう。あった、こんかイジェクト、おっ、あかんあかんわ、ちょっとやっぱダメですね。まあ、ということでこちら今から開けていこうかなと思います。開封の儀、それではこちら開けていきます。で、横ですね、2箇所、左右と後ろですね。後ろが1箇所ですね、になります。よいしょと。開けていきます。開閉。こういう感じになってますね。こちらの方が、基板ですね。普通のロジックボードとか。で、この辺が電源基板になってますね。MD のスロットがありますね。で、こちらのスロットの方は、こういう型番ですね。25691F、KMK260AAB。おそらく、この型番のやつを探せば使えるんかなと思います。これがダメな場合はこれごと取っ替えることも可能かなと思います。でこんな感じですね。で裏はこんなフラットケーブルがこういう感じでついてますね。まあ至ってシンプルな機構かなと思います。それでは今からですね動きを見ていきたいと思います。どんな感じになるか。電源を入れていきます。でこの時に縦棒がある状態なんで、こうならなあかんのか。イジェクト、こうなっとかな。でトックリーディング、ディスクエラー。え？何これ？入らへん。トックリーディング。あかんのかなこれ。いえ。え？なんで弾丸のように出てきたん？あれ？わけ分かれへんな。ちょっとあ、でもこれちゃんと入ってないわ。なんかあれやな。これが当たってんのかな。もっといかなくなっちゃうみたいに。あっ、読みましたね。これ読んでますよね多分。あ、いけてるいけてる。ということは、やはり、ここの装置さえ直せば、治る可能性が出てきましたね。何回もこれやってたら治るんじゃん。ちょっと、なんかピストルじゃないねんから、もう。ああ、今、縦棒があるから無理や。で、これこうやると、はい。これがですね、いかないんですね。手前まで。なぜかどっか当たってんな。ということで、確実にここの読み取り部分が、読み取りっていうか、このスロットを入れたり、出したりするここの機構がどうもちゃんと動いてないような感じですね。なので一旦これを外して、ここの機構をこの機構をですね、シリコングリスを塗って、なじましていこうかなと思います。ちょっとその辺をやっていきます。ここの4箇所を外すと、おそらくこの台座がバカッと外れるはずなんで、それをちょっと見てみようかなと思います。ああ、取れますね、おそらく。ここが。動かへん。で、ここのフラットケーブルですね。これ2つ外します。これを外すと、線のなんか、線を固定するなんかついてますね。これでいけるんちゃうかな。はい、外れましたね。まあ、こんな感じで、外れました。あ、こんな感じです。なんて言うんですか。高さを調整するのにこういうプラスチックでガッとこう上に上げている感じで、シークレットブーツみたいになってますね。これがおかしいんですね。これが出る時の機構と入る時の機構でうまくいかない。で、縦棒っていうのはおそらくここにあるんですね。この縦棒、確かにこれが上に上がった時だと思います。うん、だからこれが最後まで行ききらないんですね。これがこう入っていくと、本来はこれが回らなあかん。で、こうなると。で、出るときはウィーンと。でもこんな力強く出えへんしな。これおかしいな。バネがあるんですけど、これバネがなんか伸びてますね。これバネがここね、こっちはなくて正解なんかな。いや、あらなあかんな、これ。だからバネがないからちゃうかな、これ。はい、原因がなんとなく分かってきました。こちらですね、左右ともバネがもうおかしくなった状態で、右からもうバネがあるもののブヨンヨンヨンって伸びてもうてるんですね、これで。こっちはバネがもうない状態になっているので、これスロットに刺した時にですね、本来はこれがバネと一緒に上に絶えず上がる力がないと、これ入っていく時にこう上に上がってないと本来のこのレールの位置に収まらないんですね。ちょっと説明しづらいんですけど、でこう入っていった時に、こう入っていって初めてここで OK だと。次のスタート位置がちゃんと定まらないんですね。ここですね、バネはつけないといけないですね。こう入るときにうまくいくと、うまく入っていってくれるとこういう形でちゃんとスロット収まるんですけど、で出るときは今のカチンってなるとこううまくいってないんですよ。なんか巻き込み方がうまくこれがうまくいくとですね、こういう感じでスムーズな、出方をするんですけど、ひとたび失敗すると、なんかピストルみたいにですねポーンと出てしまうんですね。こういう感じでちゃんと、だから動機が取れてないとですね、うまくこういう出方をしてくれない感じですね。だけど普通こうす MD を入れると、あとはちょんと押すとですね、自動的にキューッとこう入っていくんですね。吸い込んでくれるんですけど、この機械はですね、それができず MD が入ったことを認識するかのようにこういう状態になるんですよ。刃がなぜかあるので、入らないということでジャンクになってましたね。でなぜこうなるかっていうのが今現状、このパッと見た感じはわからないんですね。でわかるのはここ、何かこう異常があったことを知らせるこの、バネですね。これがこのブヨーンってなってるんですよ。おそらくこれが一つの原因だろうなというところなんですが、まあ今現状ちょっとわからないんで、もう一台ですね、実は購入してますんで、それで一旦どういう状況かっていうのを把握できるかなと思うので、それをちょっと見て参考にしようかなと思います。ジャンクで購入した値段が1100円の機械なんですが、同じようにですね、読み込みの方ができない恐れがあるということでジャンクになっていたので、読み込まない問題だけでもしかしたら MD はちゃんと入るんじゃないかなと思いますんで、まあ、その辺ちょっと参考にできればということで用意していきたいと思います。はい、こちらですね、通電しました、1100円ということで、こちらの方はですね、おそらく見た感じですね、ここのスロットの方は問題ないかなということで、もしかしたら、そのまま参考になるかなと思うんで、ちょっと一旦見てみたいと思います。これはですね、読み込まない恐れがありますね。電源入れます。オン、ノーディスク。じゃあ入れていきます。ねえねえ、あれ電源入れへんの。まあおそらく初動の何かしらのその不具合だと思うんですけど、うわ取れへんなったな。ちょっと待てよ、ディスクがちゃんと入らへんど。あかんわ。これもあかんのかよ。スタンドバイ。こんなんスタンドバイになって出るんですね。あらー、えらいこっちゃ。ごめん。とですね、こちらの方もですね、同じようにスロットの出し入れがどうもダメっぽいですね。ちょっと一回開けてみましょうか。これもこちらの方がですね、比較的状態は良い感じですね。改善の余地があるかなと。開放の儀、よし、はいはい。あ、もうベルトがゆるゆるですね。これもうゆるゆるベルトがね、たわんでるんですよ。おそらくそれのせいかな。うわ、なんか取れた。一旦まずは見てみましょうか。はい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 、そういうことですね。あれ、これもともとの直してたやつはこれなんですよ。でこれでこのロジックボードとかは、あ、でも違うな。なんかちょっとここ緑色で、これボードがスロットがもう、スロットって言いますか、この基板がもう分かれてるんですけど、こっちは一緒になってるんですね。ただこちらの方が MD-122M で、こちらの方も MD-122、 あれ MX?122M と 122MX 違いますね、型番が。そういうことか。これはちょっと使えないなあ。ということで、こちらは型番が違ったと。ほぼ一緒なんですけどね。ほとんど一緒なんですけど、ここの基板とここの基板とこの装置が違うものでした。なので一旦これはですね、とりあえず中止ということで、こちらの方ですね、続きやっていきたいと思います。それではですね、今からもしかしたらここの回転のこの軸のギアの同期が取れてないのかもしれないんで、一旦ですね開けていきたいと思います。でこれを開けるのはどこ開けようかな。まずここ、この大きい4箇所ですね、これを開けていこうかなと思います。壊してしまう可能性があるので、こういう感じで取れましたね。これを取ろうと思うと、こいつですね、こいつを外していく必要があると。この上下をつなぐネジになっていますね。うん。でこれで外れるんじゃないかな。はあはあはあ、こんな感じで。で次の段階を外すにはどうしようかな。チンについてるやん。なんでこんなとこに。結局下から出ないとアクセスできないんか。ここをアクセスしたいんですけど、外れへんかな。外れそうやけど、外れへんのか。なんかちょっと動機がずれてしまったんですけど、ここのですね、この突起みたいなやつが、本来、ここの間、この鉄の間に、この突起が入らないと、これが動かないんですね。これがもうスカスカに今なってしまってるんですけど、これがですね、今動機が外れてしまいましたね。うん、ここで動機してたんですね。この突起で。突起が動くことでこれも一緒に動くみたいな、そういう仕組みになってるっぽいですね。うん、それがちょっとずれてしまって、ずれてしまったから、なんでずれたんや。これを取りたい。これを取りたいけど、なぜか取れないんですよね。これ上に乗ってるだけのような気がするんですけど、取れないですね。